どうも、しゅんです。こんにちは。今回、元日経新聞の記者の、後藤さんと箕輪さんにお越しいただいたんですけども、前回箕輪さんに2年前にお聞きさせていただいたんですけど、うん、コロナがあって、今の情勢でお二人が今就活生だったら、どういう企業に就職されますかっていう、お聞きしたいなと思っています。本当円安で日本やばくなってるって思うから、グローバルで戦えんならインバウンド向けの何かに一点掛けするかな、うんうんうん、今ラーメン屋とサウナでやろうとしてるけど、はい、外国人観光客とかに外国人オンリーの商売始めるか、そういう仕事に就く、観光か食かエンターテインメントの会社に就職して高めの値段で商売するっていうことをやって、うんうんうん、そういう会社にまず就職して自分で起業するかな。 FR2 とかさ、アパレルのもう外国人ばっかり買う日本のアパレルブランドだったり、うん、はい、まあ、世界で戦えるブランドの下で修行する気がする、うんうん、まあ、やっぱレストランとかホテルとかのおもてなしって競争力めっちゃ強いですよね、うん、で今ちょっとコロナでインバウンドがないですけども、うん、逆に爆発する気がして、うんうん、で円安になればさらにそのお得になるわけですよ、ね、外国人からすると、うん、今我々って海外旅行円安でコスト上がっちゃってますけど、うん、はい、アメリカ人が日本に来て消費するのであれば、はい、ホテル代もレストラン代も安くなるんですよね、大爆発ですよね。だって円安がそんな進んでなくても、うん、コロナ前インバウンドがやばかったわけだから、うん、私去年の9月までニューヨークにいて、うん、こっち戻ってきてやっぱり僕安すぎなんですね、日本って、私がニューヨークにいたので、ニューヨークはちょっとアメリカの中でもやや特殊かもしれないですけど、うん、それをちょっと割り引いて考えても、うん、めちゃくちゃ安いんですよ、うん、こんなにうまいものがこんなに安いとか、うん、家もそうだしホテルもそうだし、うん、日本に住んでると東京のホテル高いって思うかもしれないですけど、うん、グローバルに見ればめちゃくちゃクオリティ帯で安いんですよね、うんうん、だから本当にコロナが落ち着けばどんどん来ると思うし、うん、そういう意味では日本っていろいろこう暗い話が多いですけど、うん、観光産業っていうのはすごく期待できますね。だから一つ のいい視点だと思います、うん、ちなみに皆さん2年前はそのブランドっていう観点ではほぼ同じで、うん、シャネルとかそういうブランドに行くか、うん、あとニューズピックスとかに行くっておっしゃったんですけど、箕輪さんの今のニューズピックスの絵は聞いてみたいです、ニューズピックスはもうスタートアップを取り切って、スタートアップ文学の人はもう課金し尽くすしたし、はい、そこでの新規加入者が増えないじゃん、うん、まあ、あの人たちって基本的に広告か有料課金でも OK てるから、はいはい、こっちのコンテンツ制作側としては有料課金できるコンテンツかどうかっていうのが評価の全てで、うん、それが昔はスタートアップの人たちがニューズピックス好きだった時って俺が作りたいものと一致してたんだよね。でも今はもうそこ取り切っちゃったから B2B で社内の福利厚生的に読みましょうみたいなアプローチが増えて、大企業の特集とか健康とかウェルビーイングとかある種一般的に受けるものになっちゃったから、僕が参戦したい余地はないかな。今日本のメディアで行きたいとこはないね。お父さんが就活するならどこの企業に行きますか？いや、もうそれちょっと難しいんですよね。なんかさっき箕輪さんの話も聞いてそうかなとも思ったんですけど、うん、今例えば20歳過ぎで、ここから60歳70歳まで働くってなった時に、30年後50年後もこう輝いてる業種なんてわからないというか、確かにね、もう5年も経てばブームって変わったりするかもしれないので、さっき言った観光なんかは長い、息の長いというのかもしれないですけどね、業種を絞るというよりも、いろんな業種受ける方がいいのかなっていう気はしますね。特に大学生ともなれば社会のこともまだ全然見えてないわけであって、その時有望だと思う業種なんて必ずしもいいわけでもないと思うので、あまりそういう業種を絞り込むっていうのはあんまり良くないかなっていう気はします、ね、ただ一方でじゃあ何でもいいのかっていうと、あえてネガティブリストというか受けないかなって思うのは、昭和型企業というか20世紀に活躍してきたような大企業っていうのはやっぱりその大企業病というか、新しい世界に順応しづらいようなマネジメントも多かったりしますし、年功序列的なものが結構強かったりもするので、新しい組織の中で自由に動きたいっていうのであれば若い企業の方がいいのかなっていう気がしますね、うん、最近転職若い人増えてきてますけど、最近30代40代でも増えてるなんて言いますけど、これから就職してから60歳まで1回も転職しないっていうのはもうこれメインシナリオでは絶対なくなっていくと思うんですよね、絶対ない、結果的に勤めてましたっていうことはあるかもしれないですけど、入り口の時点から40年後を見据えて入るっていう時代ではなくなってるので、ひょっとしたら5年場合によっては3年ぐらいで辞めるかもしれないし、 でも辞めた時にどういうふうに補填していけるのか、でそのために新しく入る会社でどういうスキルとかセンスとか人脈が得られそうなのかなっていう観点で、身軽に選んでいく方が大事なんじゃないかなと思いますね、今の就活生の人気のランキングはもう、今1位損保ジャパンです、やばっ
どの時代もそうですけど、そうそう、あの就活生人気ランキングとかには振り回されない方がいいというか、就活ランキングで上位に来てるところは10年後あんまり輝いてないことが多いんですけど、うん、輝いてる企業が10年前そこに入ってたかってあんま入ってないんですね。そうね、我々の頃の就活ランキングでそんな Google とか入ってるわけないですし、あんまり周りに流されない方がいいというか、人気になってるものってむしろその競争過多というか入りにくい割にはっていうところもあり得るかもしれないので、うん、後藤さん日経以外だとどこ受けてますか？新聞、基本新聞ですか？基本メディアとか金融とかが多かったですね。あ、まあ、でも面談も進んでたんですけど、受けてる中では日経が一番強そう。就活、うん、面白そう。就活ボサですね。いえいえ、就活強かったですか？全然そんな大したことない。金融業界にいてもだって自然ですもん。全然できる、うん、いやまあ金融業界もそうですね、まあ、受けてはいたんですけども、うん、まあ、新聞の方が若い時からいろんな人に会えたりもするので、うん、まあ、一人で仕事任されるっていう意味では日経の方が面白いかなと思って入社することにはしたんですけどね。しゅんさんなんてそれこそ起業してますけど、うん、大学時代から起業するっていうことの是非はどうですか？いや、できんならいいけど、うん、難しいと思ってて、5年前とかだと、うん、ワンチャンあった気がする。インターネット業界、アプリ業界が、うん、でもあまりにも起業っていうものもいい意味でも悪い意味でも、うん、まあ、ほぼいい意味なんだけど整備されてきて、うん、プレイヤーももう大人が多くなってきたり、うん、いろんな総合力が求められているときに、うん、本当の単なる若さと勢いとセンスが売りな大学生が勝負できる業界では正直僕の見てる限りなくなってるなって気はしますよね、うん、逆に言うと Web3 とかメタバースとか、うん、そこにめちゃめちゃ興味あって時間を注げんならその業界がどうなるか分かんないけど、うん、まだ海のものとも山のものとも分かんない人が暴れられる業界な気がするんですね、うんうんうん、やりたいことやれることがあるかどうかですよね。なんか メタバースで今ここにもう自分めっちゃコアに刺さっていて、うん、ここでもう儲かるかどうか分かんないけどこういう事業やってみたいんだっていう溢れる情熱とかがあればやればいいと思うんですけど、逆にやっぱりもう組織に属したくない、ビッグになりたい、いつか起業して何億円も稼ぎたいっていう野望だけで中身もコンテンツもビジネスも何もない中で突っ込んでいくと、まあ大変というか、ただ一方でただ鼻息荒いやつが5年見たらめっちゃまともな成功者になってたりする時あるんですよ。基本的に自分が寝食忘れて熱狂できるかっていうのはでかいですよね。ということで今回お二人が就活生ならどこの企業行くかっていうところを聞いたんですけど、うん、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。